さあ、純之助とチャンネル始まります。さあ、今回は、改めて丸々の映像を見てみた第2回目ということでね、横にいるゆうくんこと柳町ゆうくんとお送りしたいと思います。お願いします。お願いします。でね、ゆうくん、今回、この企画始まって2回目です。よろしくお願いしますね。お願いします。で、第1回目をね、ちょっと軽く振り返ってみようかななんて思うんですけど、コメントもね、いろいろいただいたし、1回目カリームキャンベルだったじゃないですか、これね、なかなかね、これやっぱクロートにはかなり好評で、年いった人たちにはね、そう、言ってみたら80年代後半から90年代もバチバチスケボした人っていうのはめちゃくちゃこれコメントくれてて、人伝いでも SNS 伝いでも、これもう一回他のちょっと企画もやってよみたいなコメントいただいたりして、どんなコメントいただいたか、ちょっと実際ちょっと読んでみたいなっていうことで、前回のやつのね、なんかの鎌倉さんとかね、そう、鎌倉さん、当時の話だ、田舎から出かけて秋葉原でスケートするのは当時楽しみでした秋葉原ね、あ、じゃあ合ってる、見かけね、見かけ合ってるかもね、ニアミスしてるかもだよね、あとありがたいコメントがいっぱい続いててね、あ、キャンディーね、今の子たちにも紹介、確かに YouTube に上がってないもんね。そうなの、だからやっぱ、まあこれを機にね、俺らがそういうのを紹介してもいいし、で、カリームキャンベルなんかさ、どっちかというと若い子たちってそんな知らないじゃない。だからまあ今後もね、古いスケーターっていうのをどんどんピックしていくと思うんだけど、まあこれを俺らからそういう昔のスケーターっていうのを若いスケーターにもね、このチャンネルで知ってもらえたらいいなと思っててさ、ごめん話それちゃったんだけど結構嬉しいコメントがあったんだよね、掛け合いがいいとかさ、ね、あったね、いろいろ特集だね、ロブウェルシュとかジェロム・ウィルソンとかね膝固いスケーター特集偏りすぎてる、だいぶね、これマニアックだね。そうね、カリームを筆頭にね膝固いって、膝固い、いるね、これマニアックなコメントだね、すごいわ、ちゃんと英語でね、ライダー名前ちゃんとね、本当だ、分かってるね、あとは、ゲスト呼んでアーダコーダやりたいんですよ。ねえ、まあ、コロナ禍が明けたらね。そう。これね、ワイワイしたいね。実際、勝手にね、今自分でね、描いてるのは、日本人で言ったら、岡田慎とか、リー・チャングとか、リー君とか、あと新岡田もね。そう。そういう人たちも呼んでさ。やりたいね。あと、石子とか、呼んでやりたいね。やりたいね。今後、まあ、そんなの考えてますんで、まあ、ちょっと楽しみにしておいてください、ね。それはね。今、名前言われたね、方々もドキドキして待ってください、ね。間違いない。間違いない。いつか行きますよ。ね、見てくれてるって言ってたんでね。ありがたいことに。いつか行きますよ。ありがとうございます。あ、急にすいません。フロントヒールのハウトお願いします。あ、これ、じきじき、ゆくゆくやりますよ。あ、これは見たい。フロントヒール、ね。メインスタンスとスイッチ、ちょっとまたフロントヒールって別物の扱いだからね。そうなのよ。かっこよさといろいろそれ。まあ、それはまたね、追ってみたいです、俺も。やります。ハウト。やりましょう。ぜひやります。あ、JB もかっこいいね。ねえ。Z さんもやばいね。あ、次のコメント超嬉しいね。純之助は和製カリームキャンベルです。これ最高の褒め言葉です。いいですね、最高の褒め言葉です。嬉しいです。確かにね、あとガムソールの靴、リーボックのワークアウトじゃないですか。確かにそれも思ったそうなんだよ。でもね、画像がジャミジャミで判断つかなかったから。そうなんです。これ綺麗なね、 VHS テープとかで見てちょっとそこは検証したいかな。したいね、改めて ね気になっちゃうわ。でもやっぱ同じところ気になってんだよね、みんなやっぱ気になっちゃう。マニアックな人はさ、さすがだ、やっぱコメントくれるの。あと俺ここはピックしたいな、ゆうくん、デリバリーボンレスって書いてあるの。本当マニアックすぎるね。スケートボードも俺がよくやる技なんですよ。まあスケートも技でもないような、これ完全にゆうくんに対してのコメント。もうピンポイントでありがとうございますね。デリバリーボンレス、マーカスもかっこいい。マーカス・マックブライドのことかな。でしょう、マーカス。そうだよね。さすがだわ。マーカスはね、一緒にツアー回ったことあるからね。結構マジだ。リンクのシューズでさ、ヨーロッパツアー一緒に回ったから。あったねー。そうそうそう。俺の水よりも酒、ビール飲んでた。やっぱそうなんだ。もうビールが普通の水だった。あとニットの人は俺のことがクロちゃんに見えてって。クロちゃんだって。俺は小峠だけど、ユウくんはクロちゃんに見えたんだ。いいコンビでやってるんだよ、それで。ね。でも俺はさ、どっちかってさ、水曜ダウンタウンかなんかに出てたじゃん、ゴンザレス。あ、丸山ゴンザレス。丸山ゴンザレスの方が俺ユウくん似てるなと思ってて。あ、なりたいね。じゃあスケート界。あ、ゴンザレスってかっこいいじゃん。いいよね。スケート界のゴンザレスになりたいからね。それいいね。丸山ゴンザレスね。ゆうくんならなれるわ。ありがとうございます。だいぶね、オープニングの話はそれじゃって。これは、本編。本編いきますか。まあこんな感じで、コメントいただいた方、コメントくれた方、誠にありがとうございます。ありがとうございます。励みになります。励みになります。じゃあ、早速ですよね。今回じゃあ、第2回目。はい。何の動画でしょう。はい。今回は、1997年にリリースされた、
ガールスケートボーディングのマウスというビデオが、うん、1997にガールから出まして、そこでのガイ・マリアーノのパートを見たいと思います。じゃあちょっと見ていきましょう、うん、これね、まあ、ガイ・アマリを選んだ、うん、あの理由っていうのがやっぱね、俺だってさ、うんね、80年代後半からスケボーしてて、うん、やっぱパウエルにいた頃のマリアーノから知ってるわけじゃないですか、俺らは。ね。ね。で、同世代だからなんかちょっと共感しちゃうとか。そうなの。感情移入がすごい強いよね。そう。ユウくんからすると1個下だと思うよ。俺からすると1個上じゃん。うん。そうじゃん、ガイマリが。うん。だからもっと同世代。あ、そう、同世代だからね。ね。で、俺はもうやっぱパウエルの時にバチコン入ってきて、うん、で、ブラインドでもパート出てて。ね、あのパートでほんと食らったね。ね、パウエルの手やつ着てんだよね。そう、そう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 。あの時まだそのマグゴンザですかね、うん、あのちゃんとにガイマリを引っ張ってきた時にまだパウエルのライダーだったんでね。そう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 。でまだ子供だったから親とかに言われたみたいね、ちゃんとにその何時に返せとか、うーん、撮影で夜連れ出そう、なんかやっぱり子供、あ、一人だけ若いじゃん。そうだね、うん、まだ全然もうね、全然違ったからね。中学生とか高校生ぐらいなのかな、あの時って。結構ちっちゃいからね。だそれでやっぱ共感というか、ね、同世代だしさ、うん、あんなにも活躍してるのとかね。そう、あとはそのブラインドのやつはパートあったけど、うん、他ってさ 2,3 トリックしか出てこなかったじゃん。あ、そうなんだよ。そのガールが出来上がってもその前のブラインドとかでもね、そう本当に 2,3 トリックでさ出てきて、 でもその 2,3 トリックがクソヤバいっていうさ、もう次世代っていうか、そう今でも通用するトリック、ね、トリックをやってて、うん、やっぱそこってすごい、やっぱその時代見てる俺らとしてはめちゃくちゃ衝撃的で、飛ばされまくった、ね、この時代にこれやっちゃうんだっていう、うん、それがやっぱ俺の中でもう雷のような衝撃を受けて、うん、でやっぱね、いるんですよ、一番もうこのなんていうの、昔からヤバい人、例えばロドニー・ムイレンだったりとかデイモンソンとか、うん、その中の一人、俺はもうガイ・マリアーノ、もう一生レジェンドですよこれ、うん、もうズバ抜けて時代を作った人、時代作った人、スケートボードを本当に変えた人だよね。そう、本当そう、技も作るし、うん、誰もやってない技を本当にね。今だとフリップアウトって標準装備だけど、それ30年前にね、やってた、標準装備でやってた、うん、そんな天才スケーターです。そんなガイ・マリアーノの映像を見たいと思います、ね、じゃあちょっと見ていきましょう。はい。でね、もうちょっとこの名前出てくるとこ、もう止めちゃうわ、止めて、この名前出てくるところ、うん、もう曲クソかっこいい、かっこいいよね、あの笛のね、プーワ、そう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 、プーワプーワパプーワ、ハービー・ハンコックのウォーターメロンマン、多分ライブバージョンなのかな、あの笛のやつは他の曲バージョンはないの。もう相変わらず知ってるよね、そこね。であの笛、縦笛の音がすごく合うっていうかさ、来るぞ、うん、来るぞ、もう、そう、もう一回見ちゃったらあの音を覚えちゃってさ、覚えちゃって、もうこれ鳴った瞬間高まっちゃうから、そうそう、もうパブロフの犬状態になるよね。うん、間違いない。あれマリアの来たーって、うん、来たーってなって、すっげえ。あ、そう、それでね、余談なんだけど、うん、この間ね、あの森田君の映像がヨーロッパの、うん、ほいほい、ウェブマガジンでパートが上がったんだけど、そのイントロが同じ曲で、はいはい、ちょっとピッチ変えて出してる感じなのよ。オシャンティだよね、すごい。やっぱ分かってる人は押さえてるね、そういうところね、うん、でこれ多分森田くんはさ、世界に向けて発信するやつで、うん、イントロでみんなハート掴んだよね、掴んでる。だこれはちょっと、これもったいない、これはまた別で、ちゃんとにやりたいけど、ね、うん、ほんとそれがついこの間上がって、タイムリーっていうかさ、なるほどなるほど、あーなんかすげえなって思っちゃってさ、タイミングいいね、なんか、うん、それでちょっとまだね、ワントリックも見てないよ、うん、ごめん。ただこう、もう一言だけ、うん、やっぱ感じ方はみんな一緒なんだよね、そういう意味ではね。そうそう、だから多分森田君もイントロにあの縦笛の音を入れたっていうのはやっぱこの期待値とさ、はいはいはい、そういうのとね、全てがなんかこの時の本当マリアのパートがどんだけヤバかったかっていうのがすごく伝わる、間違いない、マジで。で、ちょっとそれで一発目のトリックよ、スイッチだもんこれ、もうやばい、これもう止めちゃった、これスイッチビッグスピングリップでしょ。そうなのよ、この時代でこんなクリーンっていうのもやばいし、ね、で一発目のトリックがスイッチから始まる、間違いない、もう時代だよねこれね。うん、のとマリアの時代がもうパートが何年もなかったのね、いろんな、そうちょっといろいろあって、マリアのさん自体がちょっと第一線にちょっと沈んでたよね、うん、いたんだけど、本当にそんなに活躍、フルパート取るとかそういうのでもなく、うん、1個前の作品の93年のゴールドフィッシュ、はい、ガールのビデオのゴールドフィッシュでも2トリック、はいはいはい、そう、その2トリックもクソヤバかったんだけど、ちょっと闇の時期があったよね、うん、でそっからの完全復帰、フルパートが、うん、っていう始まりでスイッチから持ってくる、もう俺のスタンスみんな知ってるよねって、そうマリアの、俺マリアのレギュラーだから、そう、そういうこと、だから一発目がスイッチでこんなクリーンメイクされても、あ、いきなりスイッチこんな綺麗なんてすぐもう入れちゃう。ただね、ちょっと恥ずかしい話していい、うんうん、俺ガイマリレギュラーって分かってたんだけど、うん、これ完璧すぎて、うん、綺麗なんだよ、一番最初、うん、
本当恥ずかしい話、メインかと思っちゃってた。そう、ドライブもしないさ。そう。ビタビタでさ、こんな綺麗にできないよ。できない。これを初っ端に持ってきちゃうって、もう。だってこれもうエンダーだよね、言っちゃったら。本当そう。最後に持ってくるトリック。持ってくるトリック。それを最初に、もう、教えされられちゃうっていうかね。もうとにかくすげえ自信だと。ね。パートが始まるの、この。ね。かっこいい始まりですよ。で、それで、最初のラインね。ベニスビーチね。これもスイッチですよ。ここね。で、ちょっと待って。履いてる靴コンバースコンバースワンスター、わかる。この当時コンバースをスケートで履くってちょっとすごくおしゃれ、めちゃくちゃおしゃれに感じてた、うん、真似してたもん、うん、でそれでそっからまた一周した感じっていうかさ、落ち着いたじゃん、うん、みんなシューズスポンサーもついて、うん、車アイダスクライドだとかさ、キャンバス履くのが落ち着いて、うん、みんなシューズスポンサーついたのに、あれコンバース、コンバースでさあ日本にさ、うん、あの大会でさ、ガーンとかみんな来た時知ってる？ファインナイト、ファインナイト、ファインナイトじゃなくてごめん、ファインカップ、うん、宇治田実さんが司会で、松田聖奈さんも来ててすごいね、あったね、あったでしょ、あの時、ガールとか来ててみんなコンバース入ったのよのと、あとね、スタンスミスも入った、スタンスミスも入ったかも、あ、うん、そうだ、もうほんとローテクなシンプルな靴流行ってたよね、そうそうそう、その時の流れよ、そう、だから、うん、あの時とか超衝撃よ、本当に。あの、外見ても。本当にコンバース履いてるみたいな。履き替えるのかなと思ったら、それ滑るみたいな。そう。おしゃれ。おしゃれ。そんなシューズを履いてるだけですよね、もうこれ。で、コンバースのライダーだったのよ。だったの？一瞬。うん。そう、多分ね、検索のアドが出てくる、コンバースの。へぇー。テーグラインとかなんか、ショーウィンドウとか、なんかガラスがあるところでやってるのがアドがあって、本当にも一瞬コンバースで、一足靴出してるのよ。へぇー。シグネチャーみたいな感じで。へぇー。でも本当一瞬。うん。まあ、だこのパートを見るとすごいいろんな靴で履いてるからね、履いてるじゃん、ね、履けも履いてるし、まあこれから見ればね、まあ、激動の時代だったって感じなのかな、うん、そうだね、で これまでやっぱスイッチでさ始まってさ、そうで、このグラフがいっぱい書いてあって、こっからのハーキャブの、ま、ほら全流し、全流しね、あやっぱりかっこいいね、かっこいい、でここの、うん、さあその次の K グラインだ、これ、うん、めちゃくちゃ急じゃない、そうなの、それで着地も狭いのよ、そうで、すぐ壁になるからね、でこれって今まで多分、うん、ノースライドとか低スライドとかスライド形式やってる人そんなに見たことなくて、でここで K やってるっていうのがね、もうゴリゴリなのに、うん、ここで K やっちゃってるっていうのが俺はもうやられた、かっこいいね、やばいね、これあのグー入れてるよね、うん、グー入れてる、ね、あ、ベロにね、そう入れてるね、このパンパン、足の方パンパンってやつ、パンズ履いてますわ、かっこいいわ、マジで超かっこいい、半端ないマジで、で、うん、この帽子のね、後ろかぶりとかね、ちょっと斜めにするのよ、そう、これが本当おしゃれ、もうこの時代って常にガブリエルと2人で常にいた時代だね、うん、ガイが、うんうん、そうだね、うん、ガイとガブリエル常に2人でいた時代、いや行ってみましょうか、じゃあで K グライン出して、これこな、あの押し込み方やばく、俺も、うんうん、この押し方超衝撃だったもうさ、バツアイノーズグラインドなのか K なのか分かんないんだけど、そう、もうベタ踏みでさ、全流しもう前足伸びちゃってる感じ、うん、超かっこいいよね、こんな踏むんだっていうさ、やばいよねこの場所もね、もう今でもスケートできるけど、この時は縁石としてちゃんと使えたもんね、そうだね、今ストッパーついちゃってたりとか、切り込みか、はい、なんか砂地になっててね、あ、ほんと、そうなんだ、乗って降りて系の技ばったのかな、へぇ、なんかグラスギャップっていうか砂場みたいになっちゃってる、ここもよく行った、石子と新都ラグビーしてんとこ、うん、あ、95、6年行ったやつ、そう、もう行ったわ、ここ面白かったわ、ね、怖いね、決して高くないんだけど、もうここ全滑りね、スイッチプッシュもかっこいいね、スイッチプッシュかっこいい、うん、で、ここのスイッチポップね、うん、これ簡単にやっちゃってるやつ、そう、弾く方ね、さらっと弾く方、おしゃれや、そう、あーいいね、今さ、うん、思ったんだけどさ、うん、これでさ、うん、一回スイッチ勝負して一旦戻してるじゃん、うんうんうん、でまたフェイキーのこのノースライド勝負してるじゃん、そう、あのあとなんか企んでたんじゃないかなと思って、あーなるほどね、だから板の戻し方がちょっと不自然だなと思っちゃって、確かに計画的だよね、だからこのパートの中ではちょっとステフッテージになっちゃったのかな、うんうん、あのあとの技が何かメイクしたらもっと後ろの方っていうか、確かにまとまりもできるもんね、こっちがそう、スタンスあれしてまたショービットみたいなね、確かにそういうの見ちゃうと切れないけど、何も考えないでやった可能性もあるけどね、うん、天才ゆえに、確かに、あの基本的にラフですからね、うん、ラフだね、うん、かっこいい、で次のラインがこれさ、どこなんだっけな、これ学校の校庭だよね、うん、どう見てもロックとではないんだよな、うん、見た感じで、ギャップあってね、でこのさ、うん、あの一回止めてもらっていい、ごめん、うん、もうほんとごめんね、ちょくちょく止めちゃって、止めちゃう、今のさベンチもさ、うん、あえてさグラスのところに置いてさ、そうそうそう、この幅全流しないとダメですよ、そう、全流し、そうそうそう、そこがね、そこをスタイルで出してるのがいい、ね、全流しないとダメなんですと、で
ここでちゃんと全流し軽くして、そう、このくぐって後のこの、うん、あ、俺そう、これ気になった、これ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 がさ、このヒールやるのよ、ラインの中で、うんうんうん、この時ってさ、うん、なんかヒールフリップをさらってやるのがちょっと、うん、なんていうのかな、綺麗にできる人、ベタッ、ビタッていく人たちはすごいいたんだけど、ラインの中でこれ軽くさらっと、それがまたなんか形も綺麗にっていうか、なんかすごいガイらしいというか、そうそうそう、何でもできるんだぜみたいな、そうで、うん、完璧度にこだわってない、そのラフな、本当言ってみたらさ、このヒールフリップっていうのは、うん、前回見たカリーム・キャンベルの一番最初のラインのバックテールと同じ感覚じゃない、うん、そうそうそう、とりあえずそう、メインはこの後の技だから、うんうん、ここはもうとりあえずもう、で下手したらこれライン何回か取ってるとき最初キックリップかもしれないもん、間違いない、ちょっとヒールにしてみるわみたいな、間違いない、なんかあるじゃんそういうの、それぐらいラフな感じ、うんうん、なのにそのヒールもすごい形がいい、そうで完成度はあのラフなスケッチなんだけど、うん、これがまたいいよね、かっこいいのガイのね、うん、でこの後の、うん、いい形してるんだよ、でこの後のさ、うん、このクソプッシュ、そうどこよ何やんのみたいなさ、でガイがこんなプッシュしてんの俺初めて、ないでしょ、うん、これも衝撃だよね、うん、したらこの高さよ、でこの高い方にかけちゃってね、やばいよね、ここにフロント、それそんなプッシュしますよ、本当だよね、これだって昔今でこそなんでここ飛んだりしてるやついるけど、ここは考えられない高さ的に、あんだけプッシュするしね、それもしかもラインだからね、やばいよな、この時代にこれは見れない、ね、斬新だね、すごい、このスピードで丸山さんそういうのもできるんだね、みたいなさ、そうそう、うん、ほんとそう、でかいのもね、多分これが一発パーンって入ってきたらあんま、あフロントテールになっちゃったんで、ね、この時代、うん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 、あのプッシュがあったからこそあんなプッシュして入るセクション何みたいなさ、ほんとだよね、あこのごつさだっていうのは伝わってくるためのライン序章だったね、そうあのヒールフリップとかはさ、そうでこれや見て納得みたいな、納得、すごいすごいね、かっこいいわ、でこのちょっともうカーブしてラウンドしてるラウンドしてるレールで K、 これも早いよねこの時期では、そうラウンドしてるレールとか当時は攻めなかったね、狙わなかったね、狙わなかった、怖いな、だもうスポットじゃなかった俺らとしては、でしかも K っていうのはさやばいよね、で完璧な折り方、やっぱこれはねうまくないとねできない、できない、これがやっぱ最初にやっちゃってるっていうのもやばい、あと俺これなんかこれがね、シェフィーね、シェフィーね、この服装、この服装かっこれ、もうこれこの服装鉄板じゃないですか、と髪型なんかこれがマリアノ、うん、確かにこれマリアノっぽいよね、さっきまでのなんかちょっと髪長い感じ、うんうん、なんか俺の中ちょっとチャラい、うん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 、チャラいマリアノみたいな、なんかかっこいいんだけどね、うん、なんか違うっていうか、うんうんうん、やっぱ幼少期から見てるからお父さんか、まあ年近いけどお父さんみたいな感じで、うん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 、見ちゃって、いやこれはマリアノだよね、これマリアノだよね、ほんと、うん、着こなしといい、で特にこの時代は、うん、こういうこの色のデニムに無地の白 T とかね着てたね、もうみんな着てたじゃん、で足元はナイキの GTS とか、ね、そうあれもう鉄板です、その格好、ヒップホップもそういう格好してたじゃん、そう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 、ね、無地の白 T でさ、うん、95年代とサイズ感もいいよ、いや今でもかっこいいよ、このサイズ感今でもかっこいい、そうこれがねちょっとこれさ、ま、これグラインドサイドのノーズグラインダーキャブのさ、キャブの今だったら分かるよ、今でこそまだやってる人、なんていうか、まあ、今でこそやってる人はいるけど、いるけど得意とする人も今あんまいないんじゃないかな、いないと思う、でこれ LINE でこの当時このさらっとやばいよね、えってなったもん、これは本当誰もやってなかったから、うん、そっちでどこに目ついてんのじゃないけどさ、いや本当よく見えてんねっていうか、もう先見すぎてるなっていう、これ進んでる感出てるよね、トリックのセンスもだけどさ、センスもいい、すごいよその流れとしてもさ、そうでこの完璧な着地ね、かっこいい、あれこのスイッチ取れ、ここねビターンとキャッチしてるじゃないですか、ここもうこの時代でね、完成度ここでキャッチしてるからね、キャッチ気持ちいい、やばいな、でさこのステアがさ、うん、あれじゃんパウエルのビデオでさ、そう LA ボーイズ、そうみんなが攻めて、パウロディアスがみんな攻めてるサブロクの、そうそうエアウォークヒッピーとかね、あの時ほんと、うん、もう小学ガキじゃん、うん、あの時メインの取れやってるね確か、あ、ほんと、うん、だからスイッチ取れ、ああなんかへー進化してる、なんか嬉しくなっちゃったよね、うわーやばー、それあれから何年か経ってさ、あのスティーブサイズとかストリートね攻めてるやつのね、あれからして、うわーここで俺、うん、そう前にあのあそのほら荷物持ってかれそうになったって話、うん、あそこだもんね、こっちの、そうそうそう、ね、カリームがスイッチ降りるのってね、こっちの、そうそうそう、だからこの高さ分があるってことね、あれね、そういうことそういうことで繋がっちゃうよね、そういうこと、ね、いやすごいね、気持ちいいスイッチ取れがビターン、ここから荒々しいスイッチプッシュからの、うん、フェイキーハーフキャブヒールと、ね、これとかマジ荒々しくてかっこいいよね、キャブヒールで物飛ぶとかさ、
そう。まあなんか、結構物飛べちゃうじゃん。あの技高さ出ちゃうじゃん、おのずと。でもやっぱピクニックテールと説得力が違うよね。違う。で、ラインで、飛び出しバンクでキャブとかノーリーってちょっと難しくなるじゃん。そう。で、やっぱ飛び出しバンクでこんなでかいもの飛ぶっていうのマリアノの、そのテクニックの繊細さが見える、ね。見える。コントロールね。ね、この蹴り強い。これとか、異常だよね。すごい。これ、ピクニックテールより、全然まだ、全然余裕。台いけるよ。ほんと台いけるよね。台いける。マネさん欲張って。これ中だもんね。うん、これ中。台行ってほしいわ。台行ける。ほんとそう。すごいね。この何十年も経ってね。あっち飛べるじゃんと言われても嫌だよね。これ異常だよな。衝撃だったな。スイッチ取りで物を超えちゃうんだっていうさ。あ、しかもピクニックテーブルすごいわ。とまだダンステアだったらまだね。うん、わかるわかる。物を超えちゃうんだっていう。しかもこれごつい。スタイルかっこいいわ。こっからもこのスイッチの作りもさ、綺麗だしさ。超綺麗。この当時で、この技のクリーンさ。本当だよね。同じ技できた人はいるけどさ。本当だよね、このクリーンさだよね。で、ちょっと今のさ、ルーフギャップ。やっぱさ、ここルーフギャップってさ、みんなもう憧れだったよね、俺ら。やってさ、日本で見つけました、うん、ってやってたじゃん。やってたやってた、俺らも。うわーみたいな、日本でルーフギャップやってるよーみたいな。それも俺当時食らったし。探して、うん、やりにしたもん。でもこれスイッチトレーやっちゃえば、うん、もう、黙らせることができるわけじゃん、ここで。最上級の技。そう、最上級の技をここでやっちゃうみたいな。で、この靴もかっこいい。かっこいい。ドクター・ジェイ。もう、ローカットの。ほんとコンバースかっこいい。これ当時ね、T91 のアキラ君のこれ超入ってた、ね。入ってた。クソかっこよかった、ね。そう。もうね、間違いない。アキラ君入ってた。もうめちゃくちゃ影響を受けた。かっこいいと思ってたもん。アキラ君、あのポニーのマッシュルも入ってるね。そう、アキラ君入ってる靴全部かっこいいから、あの人は。そう、ポニー、うん、あの人に影響を受けて俺もポニーの紺に白のあの、ね、買ってたりしてた。かっこいいね。あと今もすげえおしゃれな靴履いてるよ。あ、ほんとに。浅草で飲んでると、あ、ほんとに。あ、アキラ君やばい。え、何の靴っすかって言ったら、もういいだろう、ウォークマンだよ。うわ、見えない、それが見えないんだよ。あ、そうなんだ。あ、やっぱそういうおしゃれってそういうところだなって思ったの。超脱線しちゃったけど話がね、うん、いや、いいんですだから、うん、そういうのよね、スケートシューズじゃないのでスケート履くっていうのはおしゃれって、ね、おしゃれ全部見せつけてくれてたよね、うん、見せつけてくれてたね。影響受けてたわ。すごい、もう株価変わってたんじゃないのこの時代こういうスケートシューズ以外の。確かにね、見直されたっていうかさ。確かにね、ちょっとまあそういうのまたね、違うあれでね、うん、やりましょうこのスイッチノーズグラインダー、この時代スイッチでハンドレール入るみたいな。そうなのよ。しかもノーズグラインド、そういうことな、メインでもさみたいな。そう、いくら隠れるでもさみたいな。これやばいよね。誰もやってない時にやっちゃうから、やっぱこの人ほんととことんと誰もやってないことを一番最初にやる人。半端ないね、うん、超クリーンにね。やっぱそこにやる、やっぱガールのこのロゴがやっぱかっこいい。かっこいいね。女ね、トイレのマークなんだけど、うん、そのガール、そう、かっこいい。これがさ、ちょっとまあ話取れちゃうけど、時代経つとなんかビッチとかになっちゃってさ、まあ、ちょっと変わっちゃったけど ね。あれは要するにね、ワールドから。あれはワールドからか。ワールドから要するにライダーがみんなガール映っちゃったから。あ、そういうことなんだ。そう、スティーブロコがそれに対してちょっと人気のライダーいなくなっちゃったから、ちょっとおめえら何勝手に、要するに契約とかもあるじゃん。あの当時いた在庫とかさ、残っちゃってるじゃん。うんうんうん、前にいたワールド、そっから抜けちゃったから、何やってんのおめえみたいな感じでちょっと怒って対抗として同じようなロゴでビッチっていうバンドがあって。あー、なるほど。だからビッチはライダーじゃなくて、だからビッチなんだね。そう、ガールに対しての。うん、そこで、で結局それを日本の商社がライセンスを買い取って、メイクマネーしたから、まあ和解じゃないけど、お前、要するにお前らが抜けた分ビッチって売り逃げできたから。なるほどね。うん。っていう話もあったりなかったり。ね。だ昔ビッチのマーク、ファミリーマートにライターとかさ、そうそうそう、あったし、あれ日本のライセンスでさ、あ、そうなんだ、うん、めちゃくちゃなんか浸透してたよね、一般の人にも、うん、すごかった、すごいじゃない、スノーボードに、それぐらいに影響があったブランド、そうだよ、だよね、ガールはね、もう今と昔はガール全く色違うからね、チームの色が、まあね、何十年も経っちゃってるからね、ライダーのね、うん、でもそこでガイマリっていうのは不動の、やっぱりね、今だとナンバースとかだけど、そうだっけ、そう、ナンバース、うん、そうだけど、やっぱもうガール立ち合いからいて、うん、もうメインのね、うん、すごいライダーっていうイメージが、やっぱこのマーク似合うね、似合う、超似合う、すごいわ、かっこいいわ。で、立て続けにワインティアウトしちゃうんだよ、ワインティアウトね、口のブレのなさ、そう、四輪でちょっとこれ5度足んないとかあるじゃん。わかる。なんか、ない、それがないからね。ちょっとチクタックしちゃうってもありっていうか、でもこれビタビタ。しっかり踏めてる。着地だもん。やばいね。安心。かっこいい。動きがもうやっぱかっこいいわ。純粋に。すごいわ。うん。もう手の動き、足の動き、
体つき全部かっこいいわ、もうほんと。でずっとちゃんと真上って4輪着してさ、そうクリーンだよ。そうそうそう。でこれなんだっけな、学校かなんかの前だっけな、なんか、ね、入り口、ね、うん、で4輪着じゃなくてもいいんだよね。そうこの時ってか、まあ全然そう、この面に対してぬるんと折れちゃってもさ、そうこれでこの面が斜めだからそれ生かしてる、うん、でこのスイッチバックテールからのこのターン、そうこのターンやばくない、これ上手い人、これ上手い人、これもう俺もルパンとさ、うん、めちゃくちゃここ何回も見てて、うん、これ知り切ってるよねみたいなさ、しかも段差の手前なのよ。そうわかる、なんかもうこの距離感と、マンホールと段差の手前、距離感と、だから次の技に向けてちょっと膨らむわけじゃん、うん、でもそのシャドウに対してもうそのさ間合いが分かってるってさ、そうもう見てないけど感覚でここで落ちないでキワキワのターンで、しかもあのターンもさ180度オーバーしてるからね、ウィールあのターンもウィール上げないっていうかさ、そうやっぱさドライブなのがね、このフェイキーからのターンで板乗れてるかの上にバレちゃうのよ、わかる、うまいかで180度以上あるターンをするとこでこれね270度近いターンするからね、すごい超かっこいいわマジで、うん、知り切ってる上半身の位置とかもう知り切ってるね、うわ無駄がない、 超かっこいい、すごい、でここでスタンス変えるプッシュして、でここでスイッチプッシュ、ここなのよスイッチプッシュ、また変えたじゃん、うん、ここの ここでこれもうまいよね、うまい、こんなスムーズにね、でスイッチポップのもうこれはもうガイの技だよね、うん、スイッチポップの入るやつね、うん、この手あのスイッチポップのスイッチノーズサイドになるのかな、そうそうそう、うん、これってガイの技だよね、そうおしゃれや、スイッチポップから何々ってもうガイの技だなっていうイメージがある、すごい、うん、もうブラインドのねスイッチポップのノーズサイドのフリップアウトから、そうラートパークのあれからもうスイッチポップ、そう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 、スイッチポップで何かっていうのもマリアの、そうスイッチ系もマリアの、そうね、うん